ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。こう書きます。今日は2024年1月の13日の土曜日です。今日は3冊シリーズのこれからいきますの3段目であります。これは五木寛之さんの人生100年時代の歩き方、人生のレシピと書いてあります。このですね、今日はその中の第3章の話すことの大切さを思うというね、これは2018年5月14日放送、NHK ラジオ深夜便の放送で語られたものが本になっておるわけです。その中の小項目で、法然の真骨頂は問答をしたことにあります。司会者五木さんの書かれた小説親鸞に印象的なシーンがあって、親鸞が比叡山で修行をしている時に、京の都の方で法然という人が素晴らしいお話をして大変な人気があるというので、そこに親鸞が訪ねていくというシーンがありますね。五木さん、はい。比叡山延暦寺で修行した親鸞が専修念仏を説いて、四世の人々の心を捉えていると評判の法然に学ぼうと、100日間法然のもとへ通ったという逸話をもとにしています。法然という人は、幼少の頃から比叡山にあって、修行してものすごく才能のあった人です。知恵第一の法然坊と称えられたほどです。秀才が集まってくる比叡山の中でも飛び抜けた能力の持ち主でした。将来この人は比叡山を担う大物になるとほとんど確約されていた人なのですが、18歳にしてこういうことをしていてもしょうがないと隠遁するような学研生活に入っていきます。ちょっと山奥に引っ込んでアウトサイダーになるのです。内乱や飢饉に苦しむ民衆の不安を置き去りにしたままの仏教の在り方に疑問を抱いていたのですね。法然が膨大な経典の中から専修念仏の道を見出し、比叡山を後にしたのは43歳の時です。京都の、吉水に草庵を結び、巷の聖として人々に語りかけていきます。最初はほんの5人、10人が相手だったでしょう。しかし、大人う人を誰でも受け入れ、様々なことを語りかけました。そのうち集まってくる人たちが50人になり、100人になり、300人になり、京都中でものすごい評判を呼ぶようになるのですね。その評判を聞いて、親鸞も比叡山を降りて、法然のもとに100日通ったというふうに言われているのです。法然の真骨頂は語りかけるだけでなく、問答をしたことにあります。お酒を飲むのはどうなんでしょうとか、法然の話を聞きに来た人から素朴な質問が出る。法然さんという人は非常に知恵もあるし、ユーモアもあるし、人格的にも優れた人です。そういう時にはどう答えるかというと、そうだね。本来なら飲まない方がいいんだが、そこは世間というものがあるからの。というような柔らかな答え方をするんです。本来なら飲まない方がいいけれど、世間の付き合いというものもあり、先輩から杯を受けるというようなこともあるだろうと、そういう時はやむを得ないから、まあ飲めとは言わないけれども、その辺は適当にというように柔らかい答え方をするんですね。またこんな風に、法然様、妻をめとることは、念仏生活を一生懸命送る上では良くないことでしょうか、それとも良いことでしょうか。そうすると法然は
結婚した方が念仏生活に入りやすいのなら結婚すればよい。一人でいた方が念仏を唱えるのに便利だと思えば一人でいればよいではないか。女性からはこんな質問もありました。当時生理中の女性は汚れているから神社仏閣に参ってはいけないと言われていました。参ってはいけないのでしょうかと聞くと、一向に差し支えない、女性として当然のことだから、汚れているようなことではない、神や仏に生理中に詣でることも全然構いませんよというのです。知恵とユーモアあふれる法然の説法と柔軟な問答は人々を引きつけ、京都中に評判が届くまでになっていく。鎌倉新仏教がこうして良縁の日のごとく広がっていくことになりました。声に出して語ること、それを聞くこと、問答をすること、対話すること、ブッダもイエスも法然もそうすることですごく大事なことを伝えてきたのでした。洋の東西を問わず、人間はその思想や信念、あるいは歴史上の事実を伝えるにあたって、その肉声で語ることを本筋としてきたのです。それを今の時代によみがえらせたい。大げさな言い方ではありますが、そんな思いを胸に、私は話すこと、語る仕事を続けていきたいと思っているのです。というのが、五木寛之さんの言葉であります。第3章、話すことの大切さを思うがここで終わりまして、次回は第4章、生きているだけでも意味があるという、ここに移っていきたいと思います。話すというのは、肉声で話すというのは大変なんですね。そして、問答というのが、この法然さんにもありましたが、問答が今割と少なくなりましたな。だから答えるというのは難しいですよね。もう質問する人は簡単にできますが、それを答える人というのはなかなかそんなにこの世の中に、また私たちの周りにそういうもんではありませんがね。でも問答とか、まあ、議論をやりながら、お互いに切磋琢磨しながら、またそれを新しい視点から、そしてまたこう交わすことで、A と B が語ることで C が出ていくような、まあ、そんなコミュニケーションというか対話、問答、いやー問答できる人はやっぱり欲しいですね。そんな中で、高齢者はその問答ができるような人になっていくと、まさに高齢者になっていくわけであります。みえちゃん、今日も、まあ、コミュニケーションを図る任務からまたちょっと出かけていきたいと思っております。ごきげんよう。